お父さん、はい、今日朝ごはんに何食ったか見えますか？朝ごはんね、ご飯食べたかな。元気で長生きできたら。特効薬がない現段階において音楽っていうのは認知症の治療には欠かせないものだと。特効医者とお母さんが聞きたいんだって。だって、ええ、寂しいけど忘れちゃうから。幸せだな。音楽がすごく大きな力を与えてくれるものだなと思っています。歌ってね、声聞きたいからね。遥か希望の丘を越え